どうも皆さん、アーサーです。モンスターハンターワールドやっていこうと思います。今回作る最強武器は、ヘビーボウガンです。はい。こちらの最強武器作っていこうと思います。でですね、まあヘビーボウガンも僕そんな詳しくないんですよね。だからまあどの武器が強いのか全然わかりません。まあそこで、もうネットであらかじめ調べておきました。はい。どれが強いか。まあ、するとですね、まあ2種類の武器が候補に上がってきました。まず1種類目がこれです。パワーシューター2。こちらが強いと。で、2種類目が、これですね。カガチの獅子。この2本が、まあ、すごい強いという話だったので、まあ、今回せっかくだから2本とも作っていこうかなと思います。でですね、パワーシューターに至っては、もう必要素材がこの通り簡単なので、もう全部集めてきました。はい。もう採取系だからね、これは楽ちんでしたね。うん。だからまあ、こちらに関しては問題なし。問題は、これです。これ、爪が結構必要なんですよね。で、あと、ディアブロスの角。もうこれ、多分ですね、すっげえ時間かかると思う。こちらに関しては。爪に関しては、さっき計算したんですけど、13個必要だから。爪13、角2。一体何体狩ればいいのか、ちょっと気になりますね。だからまあ、今回、こちらの素材集めに行ってこようと思います。カガチとディアブロ狩りですね。はい。多分、すごい時間かかると思います。はい。それでは素材集め、行ってきましょう。では、まず最初にディアブロから買っていきますか。まあ、こちらの調査クエスト回します。金枠2つ。これであわよくば、一発で2本出てくれれば助かる。うん。いや、でも全然、可能性としてはあると思う。2本。ありえなくはないでしょ。通常報酬で1本、金枠のどちらかで1本。これがベストですね。はい。来てくれると嬉しいんですけど、このゲームそんな甘くないからな。おいおいおい、マジか。バズル形式やった。まずいですよ。逃げます。ここでバズル来るか。 ちょっと待って、ここにも足いるしな。え、これ。ちょっとまずいんじゃないですか。残り10分なんだけど。こっちに移動してきたか。いや、でも足いるんだよな、今。これは少々、やべえ。縄張り争いしろ。縄張り争い。頼む。ちょっとうんこ投げるか。これは無理だ。さすがに 3体はきつい。どっちも消えてくれたの。おお、もう生態系もクソもねえな、ほんとこのモンスターは。 はい、これで2体とも離れるはず。オッケーオッケーオッケー。捕獲。まあ軽いアクシデントありましたが、問題なし。これで2本来てくれればもうすんなりカガチの素材集められるんだけど。まあ多分来る。角ってそんなドロップ率悪くないから、まあ間違いなく来るでしょ。俺は信じてるよ。うん。絶対来ます。これ最近運がいいからね。これ。一本しか来てねえな、多分。だよなー。マジか。え、待って、これ角。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、一本来てくれば。一本来てくればいいっす。はい。また、一回回す必要あるな、このクエスト。まあいいや。あー、微妙、これ。これ、来てるか。上質な方来てるか、これ。頼むよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。上質の方来てよ。普通のやついらないから。あ、よかった、よかった、よかった。あぶねえ。来ました。なんとか2回で集まったな。うん。よかった、よかった。次はカガチの素材ですね。はい。カガチの調査クエストはこれを回していこうと思います。何せ、爪が13だからな。確か爪ってドロップ率そんな良くなかった気がするんですよね。部位破壊だから。13だから、まあ1回のクエストで2、3個来てくれれば、まあ大体5回くらい、調査クエスト回せば出るんじゃないですかね。うん。
5回で済むといいな。頼むよ、ほんと。おい！ちょっと待って、またパズル来やがった。もう肥やし玉ないから、ちょっと追い出せねえわ。これまずいことになりました。まずい。この BGM はすごいかっこいいんですけどね。そんなこと言ってる場合じゃねえな。まずい。これ死ぬな。やべ。いいぞ、バゼル。おい、ちょっとバゼル。俺と一緒に、こいつを狩らないか。ちょっと、共闘しようぜ、共闘。バゼルギウス。体当たり！体当たりしろ！いいんじゃないの？いいんじゃないの？あ、俺、完全にバゼルギウス手なずけてるわ。よし、いいよ、V 破壊できた。あ、しかも、まひってる、まひってる。あ、これ、いいんじゃないか。これ、勝てるぞ。バゼルギウス、もう一回体当たりしろ。もう爆撃でもいいから。いいよ、いいよ、いいよ。バゼルギウス、意外といいっすね。まず、バゼルギウス、助けて。助けろ。ここで叫ぶことによって俺が起きるのを早くすると。ナイス。まず、助けて。あ、逃げたか。まあ、いいや、いやいや。捕獲完了です。さあ、爪は出るのか。頼むよ、本当に。この調査クエスト、バズギウス出ること分かったからさ、もうそんな回したくないんだよね。マジ、頼みますよ、本当。金枠と銀枠で、まあ、爪が1、2本来てくれればいいよ、それで。来いよ。悪くないんじゃない？悪くないんじゃない？通常報酬でも1個来たし、で、この追加報酬でも来てるはず。OKOKOK、2本来ました。で、この特別報酬も来てます。はい、4本合計集めました。ありがとう。これはいいな。いい出だし、残り9本だから。全然いいよ、これ。9本。3本か。これ多分3本ですね。まあ、悪くない。むしろいい。この調子で頼む。OK。残り8本。7本。6本。残り6本の爪が必要ですね。でもこの調子ならあと2回くらい回せば出るんじゃないか。もしかしたら。あー、2本か。あ、2本ですね。まあいいよ、いいよ、いいよ。残り4本。マジで言ってます。1本しか来てない？これ痛えな。まあ、残り3本か。残り3本。くそ、1本足りねえ。一本のためだけにもう一回こいつ回すのやだ。 来いよ。ああ、よかった。2本来ました。1本余ったな。まあ、いや。まあ、素材の集めスピードとしてはまあ悪くないんじゃないですか。最大サイズの銀管も更新できたし。はい。それでは、武器作りの方をやっていこうと思います。まず最初に、ボーンシューターを2本作りましょう。1本目は完了で、もう残り1本ですね。これでもう必要なものは全部集めました。はい。このボーンシューター2本を強化していくわけです、今回は。で、まず最初にこちらから。もう、最初の1本目は、骨しか使わないので、もう一直線です、これ。いや、でもまさか骨武器が最強だとは思わなかったな。俺も。シンプルイズザベストってことかな、多分。見た目も、まあ悪くない。まあ悪くないよ。シンプルでいいんじゃないかな。で、これで、こちらの武器は作成完了です。あっけなかったですね。
素材集め苦労してる方はまずこれを作るのがいいかもしれないな。でもすぐ終わるから楽です。見た目もまあ悪くないんですね。それでもう片方です。俺が苦労して集めた素材をこいつに全てぶち込む。まずボーンシューター2に強化で、そこから派生していくわけです。こちらですね。おお、なんか半分変わったな。で、バルサーシューター2。なんかもう半分は骨で、もう半分がですね、カガチになってる。まあデザインとしては悪くないんじゃないか。で、カガチの獅子。カガチの獅子2。そしてカガチの獅子3。これで完成です。いや、でも素材そんな難しくなかったから、これ。やっぱどちらも作ることをおすすめしますね。そんな難しくないです、これ。ということで皆様、ご視聴ありがとうございました。